ました。じゃあね、赤ずきんちゃん、ハイジマカリ、昔話でやると出てくるかもしれない、なんか、ハイジマカリって方はもう亡くなられたみたいですけど、でも外国の人が作った。あ、そうなんですね。翻訳した。あ、そうなんだ。すごい。ちゃんとやっぱ、お、韻を踏んでるっていうのは、そうですよね、これは。でも画面には入ってない。あ、入ってないよ。じゃあ、一応出演者ラストということになりますが、ピアノ即興詩人、川瀬博さんです。よろしくお願いします。それではあの今日はあの小さいギラの方は皆さん受け取っていらっしゃいますので、はい、もらいました。ある順番でやらせてもらいます。まずじゃあサンジェルマン・ベプロに、昔ね、仙台に住んでまして、そこの、プラネタリウムで、後ほど紹介する、フランシス・レイさんの、メロディと出会いました。どうも行く
マニアックですね、まだ。そこに書いておきましたけども、この曲で、空耳の箇所があるので、そう聞こえればいいんですけどね、やってみてみます。では。Voilà pendant 13 jours, en France on a fait le tour du désordre et des pas.
passion, de la disproportion de notre temps qui court. Voilà pendant 13 jours, sans constat et sans discorde, sans oublier qu'en chanson, quelles que soient les raisons, cela finit toujours. Un peu comme un plan, survivant en réveillon, peu à peu toute passion s'éteigne. Quand on a vu s'ennuyer, quand le 14 juillet, on balançait, balançait en guerre. Voilà qu'après 13 jours, en France on reprend le cours. D'un folklore au quotidien, confort l'homme aime bien, qui vient toujours le jour. Les ambiants, les passions, peu à peu s'éteignent. On me met une soirée, on me quatre juillet, on me laisse balancer. Voilà pendant 13 jours, en France on a fait le tour, sans oublier qu'en l'instant que pendant tout cet temps, et je suis fier de じゃあちょっと全部はできないんですけども、あ、じゃあここはマジで一回閉めるので、それまで、あ、いい、はい、今50分なので、あ、いいですよ、3分でやりますので50分でした。はい、あとジャック・ブレルのもうさっき休憩時間に演奏させていただいたので、皆さん本当にリクエストありがとうございました。コーヒールンバは塚本さんと野戸さんから、それからジャック・ブレルの方はイッシーさんからというわけですね。で、シルビー・バルタンのアイドルを探せもあったので、ちょっとだけやりますと。歌います。歌わせていただきます。はい、じゃあ一旦ここで、他にリクエストなければ終わります。あ、本当ですか？はい。はい。じゃあ本当はあれリクエストしたいな。私からさっきの2分の曲。うんうんうん。何ですか？まやちゃんの？アニメ曲。やるんですか？あとでしましょう。じゃあ後で。はい。はい。じゃあありがとうございました。はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に素晴らしい役目に呼んでいただいてありがとうございました。これからもね、ぜひみんなで楽しみたいと思いますので、ありがとうございました。ありがとうございました。で、ここで出演者12名皆さん全部終わりまして、で